いつぞややった、橋桁の高橋川の川辺橋の下にやってまいりました。前回ちょっとこのね、200m、300m ぐらい上手でやったんですけど、今あの家族連れの方が来られているので、ちょっとそこにズケズケ入っていくのはさすがにあのはばかられる、さすがにと思って、この上に行くのはやめとこう。茂田行ってみようかな。茂田移動しよう。取れてなかったかな、ずっと。銀ブナとヨシノボリの稚魚かな、これ。もうね、この間の大雨でもう流木が橋桁に引っかかってもまあまあ生々しいですね。この間も全国的にね、大雨が降ったと思うんですけど、その時のまだ名残が、この辺の掛け明かりだけやって今日は浅場に移動します。あ、沼エビ、よし、ちょっと移動だ。もう安全第一で、安全第一でね、この辺の浅いところをちょろちょろっとやってみます。安全第一ね。エビも入らない。うん、その方が良さそうだな。これはバラタナゴかな、大陸。これはでも久しぶりだけど綺麗だな。大陸バラタナゴのオス。まともに婚姻色出てますね、バリバリ。綺麗ですわ。元は外来種ですけど、もう、最近はちょっとあんまり見なくなりました。綺麗綺麗、写真撮ろう。あの中学校の周りに用水路がたくさんあって、そこにいっぱいいて、カゴで撮った覚えがあるんですけど、綺麗だな。よし、ありがとう、ありがとう。ああいうのが入ったらねちょっとどれどれもちょっとやってみようかなっていう気持ちになるんですよ。これがもう困ったもんでね、みんなそうだと思うんですけど、もうちょっと粘ってみようかなって。うわ、エビがいっぱいです。の中にこれドンコの稚魚がいました。悪いが、でも今日の主役にはなれない。ありがとう、ありがとう。ちょっとこの岩周りをね探ってみます。あ、エビは、スジエビ多いです。
今日のキーワードはこの岩だ。今日のラッキーパーソンは岩です。ラッキーパーソンで何、まあ、そんな感じで、あ、網が回った。流れが逆か、こういうことか、逆の流れか。あ、いましたね、なんか。あ、これあれだ、この間撮って老眼を苦しめたやつですよね。鎌塚そっくりの。土拭きです。かわいいかわいい。この場所が潮止めから海との境界からもうかなり何キロか上、何キロ、直線距離でもう4キロぐらいあると思うんですけどね。あるかなぐらい上流なんですけど。で、潮止めにはあのなだらかな堰がありまして、海との境界を作ってるわけですけど、なのでそれがあるから汽水に住む魚というのがあんまりいないと思うんです。で、その汽水域を調べたわけではないので、昔釣りをしてね、あのハゼやら秩父やら釣った覚えはあるんですけど、怖いな、写真だ。で、その汐留の辺もすごいガサガサには不向きだと思うんですけど、機会があればやってみたいなと思っています。かわいいな、こう見たら。よし、ありがとう、ありがとう。なんか稚魚いっぱいいるな。稚魚がね、浮いてるんですわ。作ってみようかな。取れても見えない。よし、帰ろう。まああの魚取れなかったんで動画の編集は楽だな、これ。よいしょ。どこから上がるかな。よいしょ。Yeah.